園児たちにプレゼントされたのは県立農業大学校の学生たちが名護アグリパークと共同開発したキュウリやマンゴーを使ったスイーツです昨年末に予定されていた農大祭で販売される予定でしたが新型コロナの影響で中止となったため地元の園児たちに試食してもらおうと振る舞われましたおいしいマンゴー好きな人はい調理好きな人 笑顔で味わう園児たちを前に学生たちも手応えを感じている様子でした。